ティス、ブラケです。今日はですね、先日お迎えしましたマダラファイヤーサラマンダーの動画となります。一応ね、このマダラファイヤーサラマンダーの子、この間ね、お迎えしたばっかりで、とりあえずね、飼育環境を作る動画を上げただけだったので名前が決まってなかったんですけど、名前がね、決まりました。まあ、結構これね、インスタかなんかツイッターかなんかに上げた時にね、皆さんになんか黄色い眉毛があるって言われて、確かにね、この眉毛みたいな黄色い柄と、鼻先のね、ポツっていう柄がチャームポイントで可愛いですよね。で、やっぱ眉毛といえばね、僕もパッと浮かんだのがクレヨンしんちゃんなんですよね。なのでもうこういうのってね、浮かんじゃうともうね、それ以上僕も連想できないんですよね。もう思考停止なので、まあ、そのクレヨンしんちゃんからね、名前をね、いただこうと思います。そっち向くんかい。はい、ではね、このマダラファイヤーサラマンダーの名前を発表したいと思います。はい、この眉毛がチャームポイントのマダラファイヤーサラマンダーの名前は、クレヨンです。そっちかよっていう感じですかね。はい、もうしんちゃんではないんですね。もうクレヨンです。はい、僕はもうヨン様と呼んでいます。もうクレ様じゃなくてヨン様と呼んで時代だな。知ってます、ヨン様ペヨンジュ、皆さん知ってますかね。はい、ヨン様をよろしくお願いします。でですね、飼育環境なんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、この間とね、同じなんですけど、で、ここにですね、このちっちゃい土管入れてたんですよ、シェルター代わりに。で、クレヨンも、クレヨン、ヨン様、まだ呼び慣れてない。ヨン様をですね、気に入ってこのシェルターすげえ使ってくれてたんですけど、もうほとんどここだけで過ごしててですね、餌とかめっちゃあげづらいんですよ、この中入っちゃってると。なので、昨日インスタライブじゃない、YouTube ライブしてたら、ファイヤーサラマンダー飼ってる方が、慣れるまではシェルターなしでやってますっていう方がいたので、ちょっとね、しばらくシェルターなしで行ってみて、ピンセット給餌に確実に慣れてもらって、なんなら人工飼料もね、根付いてもらいたいので、そこまではちょっとね、なしでやってみたいと思います。でもしそれで都合が悪いようだったら、またね、土管戻してあげようと思います。とりあえずそんな感じでマイナーチェンジですけど、シェルターをどかしただけなんですけどね。ちょっとヨン様の飼育環境が若干変わったので、そちらの方もね、報告 しておこうと思います。あとはまあほんとね、この水苔周りに引いて、水入れ入れて、これを毎日交換してるような感じで、まあ、ちょっと乾いたかなと思ったら霧吹きするような感じでやってます。で、餌はね、まあ大体1日おき、もしくは毎日なんですけど、まあ1日おきでもいいんじゃないのって昨日言われたので、まあ、腹ペコの方がね、食いつきが良さそうなので、ちょっと1日おきでも十分大きくなるということなので、1日おきでね、しばらくはやっていこうと思います。で、今日は昨日あげてないので、1日おきのね、餌をやる日なので、ちょっとね、コオロギをあげてみたいと思います。で、ヨン様は若干動きがあった方が食いつきが良さそうなので、とりあえず生きたままのコオロギをですね、触覚だけ取って近づけてみたいと思います。あ、反応してるから食べてくれるかもしれないな。やだ。あんま無理やり近づけるより待ってた方がいいかな。嫌なの。今日の朝はね、うんちもしてたんで、食べてくれるかなと思ったけど、ダメかな。食べないのね。はい、というわけでね、今日は餌を食べてくれませんでしたけど、まあ、ヨン様のね、名前が決まりましたという動画でした。まあ、なんとかね、地道にピンセット給餌しててですね、まずピンセットに慣れてもらって、人工飼料をつけるところまでね、しぶとく僕も頑張っていきたいと思います。またね、ヨン様の動画も上げていきますので、見ていただけると嬉しいです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ブラケでした。バイバイ。